国境防衛都市、エルバスとその要塞群は、ポルトガルの都市エルバスの類壁に囲まれた、歴史地区と周辺の星型要塞などを対象とする、ユネスコの世界遺産リスト登録物件である。スペインとの国境にも近い防衛堅固なエルバスの建造物群は、17世紀ヨーロッパの国際政治情勢と密接に結びつく、軍事建築の発展を伝える物件として、2012年の 第36回世界遺産委員会で登録された。エルバスの歴史は古代ローマ時代にまで遡るが、世界遺産の登録対象となる防衛施設群などが形成されるのは、主に17世紀以降のことである。エルバスの町には、レコンキスタ以前に遡る城壁もあったが、多くは取り壊された。 世界最大と言われる現在の類壁で囲まれた防衛施設は1643年以降に建てられたものであり、これはポルトガルがスペインとの同訓連合を解消したポルトガル王政復古戦争の時期と重なっている。エルバスはスペイン、ポルトガルの国境付近の要衝であり、その期間中にあたる1658年と1711年にスペイン領となったこともあった。 しかし、19世紀になるとその戦略上の重要性も薄れ、すでに役割を終えたものと認識されるようになった。1906年には防衛施設軍などが国の史跡に指定され、保存や修復の取り組みも行われるようになった。エルバスはコインブラ大学などともに2004年11月26日に世界遺産の暫定リストに記載された。当初の名称は、 エルバスの要塞軍だった。2010年12月20日に正式な推薦書が世界遺産センターに提出され、世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は2011年9月12日から16日に現地調査を行った。推薦書や現地調査を踏まえてアイコモスが出した勧告は情報紹介で、 世界遺産としての顕著な普遍的価値は認めたものの管理計画などの改善を求めるものだった。しかし2012年の第36回世界遺産委員会では逆転での登録が認められた。ポルトガルの世界遺産の登録はピコ島のブドウ園文化の景観以来であり14件目の登録となった。世界遺産としての正式登録名はギャリソンボーダータウンオブエルバッシュイッツ。 フォーティファクシャンズ、ビルデガーニツンフランテリアディ、エルバッシュイセフォーティファクシャンズである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産を構成するのは以下の7件である。エルバスとその防壁ポルトガル当局は世界遺産の登録基準のうちに当てはまるとして推薦した。その主たる理由は世界最大の空堀を備えた防衛施設などが 人類の創造的才能を示す優れた建造物であり、保存状態の良好な軍事的景観であるなどとしたものであったが、アイコモスはそうした点での顕著な普遍的な価値は認めなかった。しかし、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。